カンプ金詐欺に気をつけようひろしさんの自宅に市役所から医療費のカンプ金がありますと電話がありました何のことだろうと思いながらひろしさんは耳を傾けています緑色の封筒が届いていませんかと聞かれましたが覚えがありません手続きの期限が過ぎましたが 今ならままだ手続ききができます。どの銀行を使っていますかと聞かれたようです話を聞いたご近所のあきらく君が「市役所に電話して本当にカティ金があるか聞いてみたら?」とアドバイスしています消費生活センターに電話をしてみると相談員の優子さんが説明をしてくれました ヒロスさん、お問い合わせくださってよかったです。カンプキンのことで市役所からお電話をすることはありません。携帯電話を持って ATM に行くように言われたら、それはカンプキン欺です。ゆうこさんがカンプキン欺に合わないための対策についてもアドバイスしてくれました。1 役所などを名乗る電話で、カンプ金や ATM の話が出たら、詐欺だと思ってください。2. 一人で判断せず、家族や警察に相談しましょう。3. 常に留守番電話に設定しておくのも良いですね。もし騙されてお金を支払ってしまった場合は、一刻も早く警察に連絡しましょう。 話を聞いていたアキラん、カンプキン詐欺って身近で起きてるんだね ATM の前でスマホで話しながら操作している人を見かけたら声をかけてみるよと言っています詐欺被害に遭わないよう地域の人たちみんなで気を配ることはとても大切ですね カ付金詐欺だけでなく振り込め詐欺や架空請求詐欺にも気をつけましょう。カ付金があるなどと不審な電話があり、心配なときは消費者ホットライン188に電話しましょう。身近な消費生活センターにつながり相談をすることができます。